鈴木哲夫は政治ジャーナリスト。福岡県出身。福岡県立小倉高等学校を経て、早稲田大学法学部卒業後、1983年テレビ、西日本入社。報道部記者として、警察、自治体を担当。北九州市政、雲前、普賢岳噴火などを取材。その後、富士テレビに出向し報道局政治部へ。 形成会担当、梶山清六、小渕恵三、橋本隆太郎等の番記者を務めた。なお富士テレビには過去、編成企画部に同姓同名の鈴木哲夫がいる。1995年、テレビ西日本から東京 MX テレビに移籍。東京ニュースニュースキャスター、ニュースデスク、東京ニュースセンター編集長、報道制作部長を歴任。2001年、 東京メトロポリタンテレビジョンから株式会社衛星チャンネルに移籍し、報道制作本部、チームリーダー、報道制作局報道部長を務めた。2007年12月、BS11 に再度移籍し、報道制作部長、執行役員報道局長を歴任。2013年5月31日付で BS11 を退社。2013年6月よりフリーとなり、 あとにライトハウスと業務提携。2021年時点では、河野太郎に約20年間取材してきたとも言う。テレビラジオインターネット動画配信東京 MX 時代 BS11 時代フリーインゴテレビラジオ。ありがとうございます。